はい、まず日陰作り班は巻きも巻きも巻きも、あ、端材でですね、巻きも巻きも巻いて、巻きもで、ちょっとスタイリッシュに巻きも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 、はい、はい、設計図持って帰っちゃった、あ、持って帰ったかもしれん、そう、あ、来週来てくるかな、あ、よかね、うん、加工終わるだけ組み立てがわからんって言って、いや、どこが伊能難波とか書いてあるけどさ、あ、こっちもお互いから組み立てでだんだん打ってから違ったりしたら大変なことになるそうで、確かに確かに、まあまあ時間があるなら中なら自分たちで、図面さえあれば多分なんとかなるけどね。日陰釣り館は上にも一緒置いてるわけですね。これが抜けないように。重めのやつを。うん。ない。入店できました。お、日陰作り班。とりあえず。これでもダメならもうちょっと濃いやつ。あー、なるほどね。これが 70%? 70% 遮光らしいけど。あ、遮光が 70%? 70% には見えんけど、ね、あ、半分以上出てるよね。え、まあでも完全に日陰にはなってる、水、はい、になってくれることを祈りましょう。はい、うん、そのままずっとそばにいて、ザードザードかな、ザードザードっすよね、ザード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 で、テラス班はよいしょよいしょよいしょ、反対側どかんですか。まあもう、まあ、まあ、まあす、まあまあ、さっきお茶がしたばっか山さんの仕事の前、違うよ観光地じゃなかし気づいたほらおい、こっち作りよく、こっち、あ、ここ、これ、え、この分ね、これ、ここまでの、こっからさ、ここまでの長さでさ、綺麗にツアーで合わせて、こっちじゃなくて、うん、で、こういえば、うん、ここまでで、うん、ここ切ってみたいな、 OK? OK? でね、まずあの長さは墓こてやるね、頑張ってね、26やね、260、260。 OK! おいおい、はい、はい、これは半分にですね、で、これは半分にシュパーッとしもうけどね、自分はお世辞じゃなかった、自分は例外と思いやったもういや、ずっと取られよっぱい、ほらいや途中からしか聞こえんやったけんさ、なんか視線ば感じたもん、ちょっと聞いて、ちょっと聞いて、な、何した、なんかさ、うん、なんか若い女子と話す機会あるっちゃあるや、うんうん、で若い女子と話す時に大体ね、うん、39歳って言ったらね、うん、嘘って言われるさ、うん、全然言えん、まあ、32、3ぐらいに見るみたいな会話を要するさ、うんうん、そしたらこちゃんのね、お世辞お世辞って、うんうん、絶対お世辞やけん、心の中ではそのぐらいで思われとって、うん、でも自分は若く見られてて太って肌がパンパンやけんって言う、そうそうそう、俺にはね、お世辞は言いよらんさ、でも俺に言ってんのはどうせお世辞って、お世辞ここら辺に、ここ同級生ね、ここ、うんうんうん、でもここら辺はお世辞で言われるけど、うん、自分は本当に若いって、おせじ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 一番受けてみる一番とか言うなで、じゃあちょっとコメントで欲しいね、宗男くん、俺やっちゃう、やっちゃう、まあ、うつらけや、宗男はもう、だって
ヤコビ言ってやられっぱい。やられっぱいって別に俺です争ってないし争いよいやや。俺と宗男くん、直樹さんもか、直樹さん40歳でしょ、はい、あ直樹さんは恭平くん、じゃあここら辺ね、宗男くん、俺、やっちゃん、こうちゃん、恭平くん、直樹さん、39と40歳の年代、若く見えるかどうか、コメントで誰が若く見えるか、誰がとかじゃなくて、はい、全体的になんでキリッとしたかしらでも全体的でしょ、ちょっとずるいのが、金髪にしとくがずるかよね。確かにね、どうなんだろうねっていう話をしようかと。でもやっぱね、同窓会とかやったらやっぱ多分一番若く見える。いや、胸は若く見える。顔がもう同感や。胸は若く見える。ただ可愛いもん。直樹さんも若く見える。ただね、ここはね、お世辞の可能性がある。俺とこうちゃんは分からん、お世辞。待ってね、お世辞でさ、ポジティブに受け止めたら嬉しかよね。でも人にはお世辞って言ってね、嬉しかよねって言って、人にはお世辞お世辞って。俺は若く見える。同じはお世辞でいいよ感じようで、俺には違うかなって。自分の時は、自分の時はマジで若く見てくれよってかなって。繰り返すよ、繰り返すよ。そこは目開けとこうや。ほらそれ粉の目に入ってんやん。あ、そっちはまだあれのついてかながやばい。完璧よ、完璧やったね。あ、塗ってください。双角決めてる、双角。ほら、垂れよ、垂れよ、垂れよ、ダルラになるよ、ダルラになるよ。ほらほら、下にも垂れた、下にもほらほら、垂れよ。吹けばよっと吹けば、ダルラになるよ。ほらほらほら、垂れよ、垂れよ、垂れよ。どこよし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 よ。大事かな。はい、打て、さあ、行こう、行こう。ダルラになっとる気持ちよ。ダルラになっとる、行こう。ダルラになっとる、行こう。鼻の腹いただきこう。よし。いいよ。頑張る。さあ、最後。三人コンビ、コンビ、三人コンビ、大学生、大学生、トーナメント大学生です。はい。ああ、ひろちゃんありがとう。ひろちゃんありがとうね。色塗りは色塗り。色塗り、はい、翔ちゃん。はい。マット、マットがもう。マット、マット。ごめんね。プレイ、連携プレイ。ごめんね。最後よ、最後。最後。お、これいい時に来たんだ。そう。はいよ。最後。最後。ワンピース。最後の大飛行や。ワンピース。稲葉さん。しまった。ちょっと稲葉さん、もう一回にして、それどうやってでもさ。さあ、最後のワンピースはめます。はーい。はい。はい。はい。先生お願いします。ここでいいですか。一番良かった特番やってる。すごいよ。いやすごいね。すごい。できた。
いい感じや、うん、もう終わりますか、そっちどんな感じ、あとちょいで終わります、じゃあそこまで綺麗にやって、じゃあ残りの人は片付けしますかね、はい、大手の人やったらゼネコン、ゼネコンやろ さあ片付け終わりました、完成を見に行きましょう、はい、あとフェンス作ったら完全に、ね、うん、ようでけたいですよねこれマジで、終わりですか、え終わりです、終わりです、今日は終わりです、いやーこれ立派、うん、ステージから多分オイラー場つけてくるんじゃないか、うん、よくできたね、うん、天板まで綺麗に、あと柵、あと柵と、あともうあのノリア君に言って足場も近々撤去してもらって、足場抜いたら抜けてここにこうあれ通る、ドローンをね、足場取ってもう加工もほぼ終わりやけ、うん、あともう組み立てるだけ、はい、ようできた、うん、ありますか、あとわさび園もあれ、わさび園も車高ですね、できました、はい、できた、入りましょう、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ご視聴ありがとうございました。山プロジェクトはダンスの源さんの提供で頑張ってます、ぜひサイトも覗いてみてください、さようなら、バイバイ。